頭がオーバードライブで2連続キルを3回で、こっちは終わってグラビティスパイクで2連続キルを3回。なるほどね。はい、皆さんお待たせしました。今回もね、実況動画上げていきたいと思います。ね、前今回日もはグラ最ビもティス強いパイクで一軍が40増キ出。ル、こけて40キルしなきゃいけない。あれね、終わらせましたよ。はい。ここ数日間でね、ようやく終わって、で、金明さんの一歩手前の服のミッションをチャレンジしていきたいと思います。ってことでね、今日もね、ルインっていうこのおっさんを使っていきますよ。でね、スキルオーバードライブ。まあ、高速移動。高速でもないんだけど、すげえ足が速くなるよーっていうスキルね。それを使って2連続キル。まあ、ダブルキル。1人倒したら4秒以内にもう1人倒せばダブルキル勲章が手に入るんだけど、それを手に入れれば OK で、それを3回。まずはね、この右下のスキルを貯めるところから始めるんだよね。で、別にオーバードライブね、スキル発動時走んなくても、ああ、もったいない。今のなんか一瞬青くなってる時が、走ると速いよって感じ。あ、やばい、これはやばいよ。まずは敵を倒して、敵を倒して、敵を、敵を、敵、敵を倒して、スキルを貯め、リローディン。あ、変なとこでリローディングした。どうしようかな。だからね、このね、足速くなってる状態で止まって2キルしてもいいよって感じだからね、このオーバー、嘘だろ？ 2 キルはね、簡単だと思うんだよね。いるね、2人いるよ。いい感じ。オーバードライブで行くか？やめた。1人消えたもんね、やっぱり。あと1人。うわ、行った。行った。あぶね。なんか違うとこから出てきてたな。さて、オーバードライブが溜まったな。結構溜まりやすいからね、このスキルね。バンバン使っていきたいと思いますよ。ここで、使おうかな。敵が出てから。これ今、足早い状態ですよ。だから、やばいやばい、優柔。普段が出ちまったよ。やばいな。これ、多分ね、敵が強すぎる。敵、あーい、わーい、出た。反対の家から、ロボットのガトリングですよ。あれね、やっぱ強いよ。いるかな？倒したいよ。倒させて。倒したね。もう一人いるかな？いるね。いる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 。出てこい。あった、出た。あら！敵のリスポンチになってた、こっち側。今回、ちょっと敵が強い。邪魔。やばいな。ちょっと死にすぎてっかな。いる。そこにいるよ。いる。はい、後ろへいただき。はい、オーバードライブも溜まったね。今使えばよかったかな。使うべき。ダメね。使うべきかな。キュイーン。外してくれてありがとう。もう一人いる。ここで、いや、怖いな。さっきみたいに、やられたら、終わりだからな。そろそろ2連続キルぐらい行きたいとこだ。使いどこミスったか。あれを、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 アシスト。キルじゃない。キルじゃない。さて、おいで。オーバードライブ終わっちゃうから。終わっちゃうから。1キルだけか。残念。1回のオーバードライブで2キルしなきゃいけないから、また貯めなきゃいけねえな。倒したか。UAV。いる。そこにいるよ。逃げても無駄だ。当たったーい。まあ、でも味方、ね、一応勝ってる。ね。
ポイント的には、自分のチームがまだ優勢でございます。オーバードライブももう少しまた、こう、強化セントリー、いいんじゃないの？これはね、でもおなじみのところに設置したいとこです。いるよね、そこに。いっぱいいた。負けただと？強化セントリー、反対側に設置しちゃおうかな。あそこになんかずっと、車のとこにいるやついるもんね。はい、ここに設置しまーす。いいね。いい働きだ。ここにもいる。危ない。危ない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 。これね、セントが、セントくんでね、ミッション終わってくれればいいんだけど、自分でキルしなきゃいけない。家の中のガトリングくんだな。あの子、あの子、あの子。ああ嘘だろ？やばいな、なんか、ずっと、ああ、1キルあと1キルあと1キルあと1キルしたい。4秒終わっちゃう ?4 秒終わったか ?4 秒終わったか友情負担出たな友情、なんかうまく、エイムが、うまくない。うまくないよ、俺。どうした俺、あった、くそー。調子よくねえな、今日。あんまりよろしくないよ。はい、お帰り。もう一人、もう一人、もう一人、もう一人。あら、まあ。あとちょっと、あとちょっとで。プロフェットを変えて。使うか、使うべきか。使わなくてよかった。ここで使って突っ込んでダブルキルして終わらせてやるよこの俺が。悔しい。ダブルキルもできない。終わっちゃった終わっちゃったよ。ゲームが終わっちゃった。ああ、俺の前走ってたやつだ。ああ眠くなってきちゃった。疲れちゃったからな。消し済みになりたいならかかってきな。まあ成績的には悪くないね。悪くないけどこれ結構難しいな。ミッション俺一個もダブルキルしてないよね。しないよね。してないね。あちゃー、ダブルキルできてないか。やっちまったな。マジで。無駄な試合だったな。どうしよう。これ、オーバードライブじゃない方がいいのかな。多分ね、もう一回ステージ、ヌークタウンになると思うんだよね。さっきのステージね。あそこ結構やっぱ人気だから、2連チャンぐらいになるから、ってことは、あ、やっぱできてねー。ダブルキルできてねー。ダメかー。と、ヌークタウンにして。どうしようかな。グラビティスパイクの方がいいのかな。こいつも2連続キルだよなー。あんまり本当におっさんと、得意じゃないからな。おっさん、グラビティスパイク、やっぱ敵陣地に突っ込んでいかなきゃいけないから走るから、これね、サブマシンガンでございますので、足結構速かったり構えるの速いんですよ。ただ他の銃より若干威力が劣るよ、的な感じの銃なので、この、空、だっていうサブマシンガンを使ってグラビティスパイクダブルキルを狙っていきたいと思いますよ。これ2連続ずっとじゃないや、2連チャンで動画撮ってます。一瞬ちょっと固まっちゃったけどね、大丈夫、いけるいける。
感じ。やっぱり、サブマシンガンだと思うね。ああ、足速い、ああ、はい。ああ、警戒だね。さっき機関銃だったから。ほら、銃弾を浴びろ。弾がねえな。やっぱり、危ねえな。あったあったあった。あら、まあ、下手だった、俺。このね、クーダっていうサブマシンが結構上級者の方にも使って、お前何やってる？危ねえ！びっくりしたな。あ、おう。さて、グラビティスパイクはね、オーバードライブと違ってちょっと溜まるのが遅いんだよね。はい、お疲れ。サブマシンがやっぱ溜まねえな。あ、いる。無理しない。いる？ない。ない。リローディング。上級者もすげえ愛用してるんだよね、このクーダね。昔のゲームで言うと、MP5 っていう性能に寝ておりますので、はい、グラビティ溜まった。あっ。無理して使わないね。撃ち落とされちゃうからね、グラビティスパイク飛んで、地面にぶっ刺す前に。いった、危ねえ。ダブルキル狙いたいね。いる。あ、負けちった。さて、どこにいるかな。そっち行って、狙いすぎてっからな、これ目当てたからな、銃で倒すことメインじゃないんだよな。敵のリスポンチにいる。うわー、きた、ダブルキル、これ1個クリアしたな。危ない、危ない。あと、ダブルキルを2回。まあ、このゲームじゃなくてもいいんだよ。あと、どっかのゲームのタイミングで2回、今と同じことができれば、服の方の金明細1個手前が終わりますよ。で、あー、弾がない。で、さっきの足速いやつも、ダブルキルを3回できたら、ルインはほぼ終わっても当然ですよ、このおっさんね。金迷彩は別にこいつはいらないし、他のキャラのミッションを全部終わらせたいから、金迷彩、全キャラのミッションを全部終わらせてもいっぱいいる。ここら辺かな。ドン。あ、倒せない。どこまで説明した？全キャラのミッションを終わらせて、金迷彩の初めて条件が出てくるミッションの、それをさらにクリアすると、そのキャラクターの金迷彩が、あら、まあ、ゲットできるっていう仕組みになってますので、で、今このルインっておっさんの迷彩チャレンジをちょいちょいやってるって感じです。あら。だから、このルインの最後のミッションをやっても、金迷彩は出ないし、まだ、あら、リスボン地にいる。結構、自分のチーム負けてるね。いる。いる。なんかいるよ。いる。だから、とりあえず、あ、危ねえ。まあ、でも、まあね。あれ？他の、やっぱり、何しよう、いるかな。グラビティを突っ込みたいけど、一人しかいない。あら、とりあえず、ルインの全部ミッション終わらせて、次のキャラクターのね、新しい、ウォーマシーン、次のキャラクターのミッションを行きたいと思いますよ。右手にスナイパーの、いるね。いいね。あら。あれ、敵、ローリングサンダーって言ったね。あ、落ちてきてる。家の中、もうここなら安全だもんね。屋根あるからね。家が壊れ、どうして？家の中にいたのに。今のはおかしいやろ。判定、ちょっと恨んじゃうよ。あー。やばいね。ちょっと帰よ。敵が盛り出した。
ルインを早く終わらせたい。このおっさんは弱すぎる。弱すぎる。いる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 。危ねえ、スナイパーが。落ち着け落ち着け。落ち着くんだ落ち着くんだ。俺は落ち着け。落ち着け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 。銃。リローディン。いるいる。危ない危ない。仲間ナイス。あ、後ろ。危ねえ。終わっちゃった。いやー、一回しかできなかったか。もっと前に出て戦え。敵がわりかしいきなり強くなったかな。最初から強かったのかな。持ってるね、この人ね。で、打ち負けんかい、お前は。味方何してんの。そこ倒さなきゃ。後ろから狙ったんでしょ、あんた。あ、やっぱよ、1位はロボットの人だね。あー、強かったね。いや、味方が弱いね。よかったね、味方がね。俺結構チャレンジ集中してたけども、成績は別に悪くはなかった。味方だったね。敵も強かったけども。難しいな、やっぱりこのチャレンジ。だからね、やっぱ金迷彩の服持ってる人って少ないんだよね。難しいから。っていうか何よりめんどくさいからね。だってまず最初のミッションが800キルだからね、そのキャラクターを使って。800キルって相当時間かかるからね。俺毎回時間かかってるもん。特に使えないこのおっさん。スキルが本当に使えないからね。使えるキャラだったらね、スキルで1、2キル、3、4キルぐらいできるのにね。このおっさんだけダメだもん、本当に。よし、できてるね。あと、これを2回か。で、まあ、今後だな。今後ゆっくりやろうかな。あと、このアウトライダーと、このプロフェットと、これ終わってて、終わってて、ノーマットも終わってないね。あとは終わってるね。ノーマットと、こいつと、こいつと、まあこいつ。まあ計4体。今後やっていきたいと思いますよ。はい。じゃあみんな、ありがとう。お疲れ様。